教員や警察官を含む県の一般職では、支給月数が去年より0.05ヶ月分増の2.2ヶ月分で、平均支給額はおよそ82万3千円です。知事は1.5%増のおよそ296万円、副知事と県議会議長がおよそ232万円となっていて、1万8千人余りに合わせておよそ152億円が支給されました。 物価高など社会的な要因をもとに、去年10月、県人事委員会が増額を勧告したことを受けての額となっています。また、教職員を含む熊本市の一般職には、去年より0.05ヶ月分多い、平均でおよそ77万円が支給されました。熊本市長にはおよそ250万円が支給されています。